最初。ラジオ行きましょう。パスからワン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、エンド、フォー。一周でいいので、アラベスク、フリーン、フリーからそのまま、伸ばす。で、ワン、スリー、フォー、ファイブ、下まで後ろで、後ろ行くときにこう抜けやすいから、この軸は置いといたままそのまま、はい、正面になるんですし、パスになるんですけど、今まあまあちょっとだけこういう風に見えちゃうから、この気持ち、この軸に対してここのラインはあんまり変えたくない。どっちかにこう抜けたりしないように。そうそう、ここに入りたいな。こう入っちゃうと、骨盤がこう抜けちゃうと、体絶対こっちも抜けちゃうから。そう、単純してるこの骨盤のまま、理想はそのまま上げていきたい。そう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 。最初2つ、タッタンタタンタタッタ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 タ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 
初3回タッタウタタ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 1111フリップラッタ回る4番回るタッタタ回るで5番フリーエっていうのをもうちょい使ってほしい。そう、そこがあっあっって弾かないようにフリーエからしっかりと。で、特に状態はさ、そんなに難しくないよ。10点取ってパーチュー。ここからパードブルでもフリーゼオーレフリーゼオーレフリーゼオーレフリーザフリーエ。パフリーオールしたら。置いてパパードルでフリーゼフォーレフリーゼフォーレそのまま2回続けてフリースタのフリーゼでほしい、はい、まえパパードルで、はい、フリーゼフォーレフリーゼフォーレ他の芯が上に持ってきてタン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 で上半身この骨盤腰でジャンプするイメージ腰が上がるから上に飛んでるっていうイメージ足ピョーって踏ん張りするのThank you.
気持ち、ふんって踏まないと、その、っていう踏み方だと、あんまり抱えなくなっちゃうから、で、特に、右はやっぱりみんな行きやすい方だからいいんだけど、左がアンソルナをして、ここの踏み込みがうまく使えてないから、フリエの。あ、それはね、足出しすぎ。ターン、ターン。フリエで、こっち。フリエ。あ、で、今のは悪くないんだけど、出す方向が、なんか、こういう風になってるから、あーちょっと、それを、あとちょっとだけ、ここでできちゃってもいい。それを、ターン、ターン、ここを合わせ物から、そのままこっちを持ってくるのね。うん、投げた瞬間がちょっとこう曲がっちゃうから、もうちょい伸ばしても。まだ曲がってる。今、出して、こうなっちゃう。出したところまでまっすぐのほうに。ああ、そう。オッケー。今日のレッスンを完成しましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。